はい、どうも皆さん、こんにちは。いずいこです。それでは今回なんですけども、スマホ決済勝手にナンバーワン選手権、見た目は使いやすさ、マップなどということで、今回はですね、僕が勝手ながら、まあこれまで約1年ほどスマホ決済、バーコード決済ですね、QR コード決済などをこう使ってきたんですけども、まあそんな中1年ぐらい通して色々使ってみて、このジャンルでこれはナンバーワンだなっていうランキングをですね、僕が勝手に独断と偏見で決めましたので、まあ僕なりにサクッと10個ですね、お伝えしていこう と思いますそれではいってみましょう ということで、まず一番目、キャンペーンの豊富さナンバーワンということで、まあそれぞれですね、今たくさんスマホ決済ある中で、まあそんなこキャンペーンが一番多いスマホ決済はどれなのかということでですね、行ってみましょう。じゃんということで、D 払いですね。いや、ほんと最近 D 払いってめちゃくちゃ多いですよね、キャンペーン。もうその10%還元とか、もうコンビニとかドラッグストアもそうなんですけども、僕がいいなと思ったのは、地方であってる限定のこうキャンペーンとかがいいな思って 思ったんですよまあ、今、2月いっぱいですと、まあ、福岡県は、あのー、九州全域にはなるんですけども、ホームセンターのグッテであったりとか、まあ、そういったドラッグストアとかの、まあ、キャンペーンとかもあったりとかもするので、まあ、そういったところを考えると、全国的に使えるキャンペーンもある、なおかつ、こう、地方に特化した特別な、こう、キャンペーンとかもあったりするので、まあ、ほんとここ最近の D バラのキャンペーンって多いなと思いましたね。まあ、だけど、若干ですね、やっぱ PayPay ペペとも迷いました。前世紀の PayPay ペペは、こう、バンバン出してきた印象だった だったんですけども本当にここの最近の D 払いはえげつないぐらいキャンペーンが多いなと。まあ、ほ本当止まってる印象がないですもんね。っていう感じではございます。それでは次ですね。 次二つ目はポイントの使い勝手ということなんですけども、まあ、スマホ決済をやってたら必ず還元されるもの、入ってくるものっていうのはポイントなんですよね。ペイペイであればペイペイボーナスであったりとか、まあ、D 払いだったら D ポイント、楽天だったら楽天ポイントとか、まあ、そういった感じですね。まあ、そういった中で実際のところ、まあ、入ってきたポイントの使い勝手が一番いい、まあ、スマホ決済はどれなのかということで言ってみましょう。じゃんということでもうすでに出てしまってはいたんですけども、D 払いと楽天ペイですね。まあ、それこそ DE D 払いだだっっったたららポポポイイイインンントトト楽楽天天ペこののそれぞれぞで、もう今回ですね、同率1位になりまして、これ結構迷ったんですよ。いや、まあ本当それぞれですね、使ってる環境であったりとか、まあそれぞれで変わってくるとは思うんですけども、やっぱこの D 払いであればネットショッピングでも使えたりとか、あとはその街のお店とかでも D ポイントが貯めれたりとか、もちろんその使うことができると。で、あとはそれこそ、楽天ポイントであれば、もう楽天経済圏で 期間限定ポイントとかが入ること多いと思うんですけども、そういったところで使うこともできますし、もちろん楽天ペイでの決済も使えるということで、やっぱりこうポイントの使い勝手は本当 D 払いの D ポイント、そして楽天ペイの楽天ポイント、それぞれは本当に強いなと思いますね。 次3つ目なんですけど、マップの使いやすさナンバーワンということなんですけども、これはまあ大体想像はつくんじゃないかなと思います。では行ってみましょう。じゃんということで、やっぱり PayPay ペペですよね。もうスマホ決済の中でも、いろいろと僕も触ってみたんですが、やっぱりなんちゃかんちゃ PayPay ペペのマップは本当に使いやすいなと思います。まあそれこそね、最近はこうフィルタリングする機能であったりとか、まあお店の評価であったりとか、マップの機能っていうのは結構、まあ加わってきつつはあるんですけども、まあ、その僕 iPhone XS を使ってるんです んですがまあ、その画面全体でマップが出てきたりですとか、あと他にも、まあ、その他のスマホ決済の場合は、画面全体で出てこなかったりするんですよね。まあもちろんですね、それが一番ちょうどいいっていう方もいらっしゃるかもしれないんですが、やっぱりこう、大きい画面で操作しやすさっていうので考えると、やっぱり PayPay の方が一番いいかなと思っております。 次、四つ目、エンタメ性、かっこワクワク感ということで、実際にこのスマホ決済の僕、醍醐味だと思ってるんですよね。やっぱこう、使うたびにキャンペーンであったりとか、何かこう、ワクワク感絶対求めてると思うんですよ。で、それのナンバーワンということで言ってみましょう。 じゃんということで、PayPay ペイペイとメルペイということですね。これも迷ったんですよ。同率1位にさせていただきました。もう PayPay ペイペイ分かってると思うんですけども、毎回こう何か大きなキャンペーンやるときって、おおそういうとこ攻めてくるとか、もう本当に、あ、こういうとこに、今回だと、例えば40%とか50%還元とか、もうそういった大きなキャンペーンであったりとか、で、それも比較するのもあれなんですよ。メルペイも結構ぶっ飛んだキャンペーンですね。出してくれることが多いので、それも結構僕自身がもうワクワクしたりとか、わ、楽しいなって思うことが 多いので、まあ、今回はペイペイとメルペイとさせていただきました。次、五つ目、安定感ナンバーワンということで、これですね。結構、動画のコメントとかでもいただいたりとか、ライブ配信のコメントでもいただくこと。多いんですけども、やっぱり安定感抜群。ナンバーワンのスマホ決済といえば、これかなと思っております。じゃん、ということで、楽天ペイですね。 やっぱ楽天ペイってなんかこう安定感そして安心感ってありますよね。何かこう他の還元のキャンペーン、先ほどのペイペイとメールペイと比較しても爆発的な何十パーセント還元というのがですね、なかなかないっていうのはあるんですけども、安定的にこう5%還元をやり続ける、長くやり続けるっていうなんかこう安定感でありますよね。これは実際に楽天経済圏で使われている方とかであれば、本当に楽天ペイ愛用されている方多いと思うんですけども、やっぱりこう楽天ペイって何かしら 安定感がありまますすよねこれは本当にふさわしいいと思います次、6つ目はクーポンナンバーワンということなんですけども、クーポンって言えば、まあ、いろいろあると思うんですよね。その、無料のクーポンであったりとか、割引のクーポンであったりとか、まあ、そんな中で、まあ、僕が使ってみて、あ、これが多いというか、これ、こういったクーポンが助かるなっていうクーポンがあるのは、こちらですね。 じゃんということで、メルペイとファミペイですね。まあ、ここも同率1位にさせていただきました。まあ、それぞれやっぱ助かるなっていうクーポンがあったりするので、こういったことになったんですけども、まずメルペイの場合は、それこそね、何十円のクーポンとか以前あったりとか、今最近はね、コンポーゼとかがまあ、無料でもらえたりするクーポンであったりとか、あとファミペイの場合なんですけども、このファミペイのね、クーポンがまたいいんですよ。なんかこう、ランダムで、僕結構ツイッターでも見たりするんですけども、ランダムでクーポンが皆さんこう、割引のクーポンであったりとか、無料の クーポンとか届くときがあるんですよ。これは本当にたくさん使ってるからもらえるとか、全然使ってないからもらえるとか、もう全然そういったの本当に関係なくて気がついたらなんかあビール無料でくれるとかなんかそういったところが結構面白いなと思ってるんですよね。なのでこのメルペイとファインペイについてやっぱりクーポンっていうちょっとした面白さがあるので今回はクーポンナンバーワンとさせていただきました。次7つ目困ったら使いたくなるスマホ決済ナンバーワンですね。これは今のところ僕の中でこれかなと思っております。じゃんということでペイペイですね。 やっぱりこの PayPay ですね。困ったら PayPay ペイペイっていう。っていうのはやっぱりもう結論から言うと、基本的には使えるお店がもうダントツで多い。本当に多い。以前はちょっと楽天ペイも結構使ってたんですけども、まあ、基本的にはもうやっぱ PayPay ペイペイの方がやっぱり多いなっていうのはあります。で、基本的にどこでも使ってもキャッシュレスション被写還元関係なくても、今現時点では還元率が1.5%かな。なので、まあそう考えたらやっぱり PayPay ペイペイの方が困ったら使いたくなるっていうのは、やっぱりあるなと思います。そして次、8番決済用ナンバー1。 ということなんですけどもこれ結構迷ったんですよやっぱりこうスマホ決済の中でもいろいろ決済音ある中でまあこれねあどれが一番なんか聞いてて心地いいかなっていう感じで僕のね勝手な独断と偏見の決済音ナンバーワンなんですけどもこちらですねじゃんということで LINE ペイですねこれですね最初ペイペイとかで迷ったんですよそしてあと右下に出てる小さく出てるんですけど折り紙ペイですねこれこそね本当ちょっと近未来的な音がするんですけどもまあここね今決済を流したいんですけどもまあ多分著作 発的にやばいなと思ったので、僕がラインペイ実演しましょう。ラインペイ。 こちらが l i n e イの検査用なんですけども。なので、なんかこう、聞いてて心地いいなと思うという意味あって、やっぱ l i n e イにしました。ま、あペイペイはね、可愛い感じの声も聞こえるんですけど、l i n e イは聞いてて心地いいなと思っております。そして次、9番目、影の盾役者ナンバーワンということで、ちょっと日本語がおかしいんですけども、盾役者でナンバーワンという言い方も変かもしれないんですが、ま、あ僕の中で、ま、実際にこう、スマホ検査いろいろ使ってる中で、ここが本当になんかこう、支えてくれてるなっていうのが一つあるんですよ。 じゃんということで、プリンですね、もう。 もうこのプリンは本当にこう僕のキャッシュレス生活、スマホ決済生活を支えてくれてるスマホ決済アプリでございます。まあ本当ね、このアプリは何度も何度もお伝えしてるんですけども、セブン銀行 ATM から、あの、現金を下ろすときに使えるまあスマホ決済、無料、手数料無料で現金を出せることができるので、本当にとても魅力的なまあプリンのアプリでございます。なので、キャッシュカード持ってなくてもですね、もうスマホ一つあればお金が出せるという、なかなか本当に優秀なアプリでございます。 はい、ということで最後10個目、なんか面白いナンバーワンということで、なんか面白いっていうのも、まあ言い方変かもしれないんですが、やっぱこう最後10個目はですね、こうキュッと締まるようなスマホ決済やっぱ持っていきたいなと思いまして、僕は今回こちらを選ばせていただきました。じゃんということで、YouTube ですね。まあそんなこんなで今回は、スマホ決済買って、 ナナンンンンババーーワワ選手手権とといいうことでで僕が勝手に10個ですねナンバーワンをつけさせていただきましたまあね、ほんと今回は、あの、突発的にいろいろかん、あの、思ったことをですね、作りたかったので、今回台本なしで動画にさせていただいております。まあ今後もですね、まあこういったちょっとしたちょっと、これは、これナンバーワンじゃねっていうものがあれば、またまとめて動画にしようかなと思っております。まあぜひですね、ちょっとこれ、このジャンルのナンバーワンはこれじゃねとか、まあいろんな意見全然あると思うんですけども、 僕が本当に独断と偏見で勝手に決めていることにはなるので、まあぜひですね、何か思うことあれば全然あの下のコメント欄に書き込んでいってください。一応何かこうまとまった情報などがあれば、また今後も同じような動画作っていこうかなと思っております。ということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。 今日はですね、今日ちょっとした発表がありまして、まあ、僕のツイッターでもつぶやいたんですけども、あの、デイリーヤマザキ、コンビニエンスストアの、ま、デイリーヤマザキですね、ここが、なんと今度からスマホ決済に対応するということになるんですよね。まず、楽天ペイ、そして、ペイペイに関しましては2月の28日から対応します。で、あと、ラインペイに関しましては3月の23日から対応するということで、まあ、比較的、デイリーヤマザキってあんまりこう、がうわーって多いイメージはないんですけども、これまで本当 とね。僕もたまに実は利用してたんですよ。だったんですけども、何かこうスマホ決済が使えなくて結構不便だったんですよね。まあ、ずっと行く時は id 決済か。もしくはこうクイックペイで決済をしてたんですけども、今度からバーコード決済 qr コード決済に対応するということで、まあ、かなりまあ利用者の方も増えそうだなという風にも思いました。いやーね。本当意外とこう。これでほとんどのコンビニは対応しているようにはなってるのかなと思ったので、まあ、ちょっと。またデイリー。山崎行く時は何かこうキャンペーンとかも含めて。 何かこう利用しよ,うしようかなと思っておりますということでありがとうございました